皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運、松本翔雄先生と亀吉2号の月運動画の始まりです。この動画では8月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉方位、開運行事についてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで8月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。令和6年版神宮館の暦シリーズが発売開始となりました。神宮館オンラインショップ、Amazon、楽天市場などで発売中ですので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、2023年8月の六白金星の方の運勢についてお話しさせていただきます。六白金星の方の8月の運勢は、周吉運です。ポジティブなエネルギーが満ち溢れ、自信も増しますが、謙虚さを忘れないようにすると、さらに運気アップの月です。それでは今月の運勢の3つのポイントを松本先生ご説明をお願いいたします。今月の運勢の3つのポイントは、1つ情熱を注ぎ込み理想を現実に、2つ悪縁が離れ新たな人間関係が芽生える、3つ謙虚さと協調性を持ち新たなチャレンジをです。1つ目のポイントは情熱を注ぎ込み理想を実現にです。8月はあなたが情熱を注ぎ込むことで長年の夢や目標を実現するチャンスを与えてくれます。内なる情熱を燃やし、自分の理想や目的に向かって努力を重ねましょう。思い描いた未来への道はまだ見えづらいかもしれませんが、確実に進んでいます。自己表現やクリエイティブな活動を通じて充実感と達成感を味わうことができるでしょう。この時期には勇気を持って挑戦することが重要です。成功や失敗はあなたを形成する貴重な経験となります。自信を持ち新たな挑戦に果敢に取り込むことで自己成長を遂げることができます。何か新しいことに挑戦する勇気を持ち、自分の可能性を信じて前進しましょう。8月は自分の情熱を解放し、アクションを起こすことで理想の未来へ大きく近づくことができます。自分を信じ、ポジティブな思考を持ちながら夢に向かって進んでください。あなたの可能性は限りなく広がっています。2つ目のポイントは悪縁が離れ新たな人間関係が芽生えるです。8月は人間関係や環境において不要なつながりや悪縁を断ち切る力が強くなっています。過去のマイナスな関係やエネルギーを手放し、心身を浄化しましょう。これにより新たな人間関係が芽生え、あなたの人生に新鮮な風をもたらしてくれるような縁を引き寄せるチャンスが巡ってきます。新たな人間関係はあなたの夢や目標に対してサポートし、共に成長する力となるでしょう。ポジティブな影響を受けることで自信や活力が湧き上がります。周囲の人々との絆を大切にし、互いに助け合いながら前進していきましょう。3つ目のポイントは謙虚さと協調性を持ち新たなチャレンジをです。8月は新たなチャレンジに取り組む好機となりますが、その際には謙虚さと協調性を持つことがポイントです。8月は自己主張や独立心が強くなっていますので、自己主張が過剰になり他人を見下すような態度をとってしまうことがあります。上から目線にならず、他者との調和を大切にすることがとても重要な月です。自分の成果や能力を過信せず、周囲の意見やアドバイスに耳を傾けることでより良い結果を得ることができます。自己成長とともに他者とのつながりを大切にしましょう。また新たな領域への進出やスキルを磨くことをお勧めします。自己の強みと弱みを客観的に見つめ、他人との協力を求めることでより大きな成果を得ることができるでしょう。松本先生ありがとうございます。ラッキーフードやラッキーカラー、吉方位などについては私亀吉2号から説明させていただきます。8月のラッキーフードは中華料理です。六白金星が開座する南には火という意味がありますので、強火で調理する中華料理があなたのラッキーフードとなります。
特に色鮮やかな料理が運気を大きく上げてくれますので、酢豚やエビチリがおすすめですね。ぜひお試しください。8月のラッキーカラーは紫です。普段持ち歩くものにラッキーカラーを取り入れてみましょう。バッグや財布、ハンカチに紫色を取り入れることで体重や直感力を上げてくれますよ。8月のラッキーアイテムはハワイアンジュエリーです。六白金星が開座する南には南国という意味があることから、南国のハワイで親しまれているハワイアンジュエリーを持つと運気が大きく上昇します。ネックレスや指輪、ピアスなど様々なハワイアンジュエリーがありますので、気に入ったものを身につけるといいでしょう。8月の吉方位は東南方位です。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたり、お休みの日に出かけたりしていい運気を手に入れてください。8月は自国土星が中宮に開座している月なんですけれども、自国土星は自然や農業という意味を持っていることから、田舎や田んぼの風景を見ると運気が上昇します。自宅から見て吉方位にある田んぼや人家の少ない田舎の風景を見に行ってみるといいでしょう。その土地で採れた野菜を食べることができればさらに運気アップです。ぜひお試しください。ちなみに今回の背景映像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め田んぼを撮影してきました。こちらもお楽しみください。8月に皆さんの運気を上げる重要な行事があります。それはお盆です。お盆とはご先祖様の霊を迎えて供養する行事です。おがらという麻の茎を乾燥したものを炊いたり、きゅうりで作った馬やナスで作った牛を飾りますね。関東や北海道の一部地域では7月にお盆の行事を行います。古くからご先祖様を敬い、きちんと供養することでこの先の人生に光が差し、家族が安泰に過ごすことができると考えられてきました。逆にご先祖様を大切にしない人には開運の道が閉ざされると言われています。そこでお盆にできるご先祖様の供養の方法と開運の秘策をお知らせいたします。お仏壇や位牌があるお家は盆棚を設置するなどしてきちんとお盆の行事を行いましょう。それ以外のお家ではお盆の期間中の13日から16日までお花を飾るといいでしょう。どのようなお花でもいいですが、もしご先祖様が生前好きだったお花がわかるのならそのお花を飾るといいでしょう。盆花と言われるほおずきを飾るのもいいですね。毎日取り替える必要はありませんが、毎朝水を替えるなどの手入れをし、その際手を合わせご先祖様に感謝するようにしましょう。そうすることであなたの未来に光が差し、いい運気で満ち溢れた生活を送ることができますよ。ぜひやってみてくださいね。以上が2023年8月の六白金星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本翔雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話をすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知され便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。 Twitter や Facebook で毎日の音声を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。